皆さんこんにちは、アイキャドナサイです。本日は2020年度香川大学理系第3問を解説していきたいと思います。まだ解いていない人がいれば動画を一時停止して解いてください。それではカッコ1から解説していきたいと思います。カッコ1は関数 fx イコール絶対値 x-2 の2倍 -4 のグラフを書きます。この問題は絶対値が含まれていますので、まず絶対値を外して考える必要があります。絶対値は中身が正ならそのまま外れて、中身が負ならマイナス倍で外れますので、それを利用して絶対値を外してみたいと思います。このように倍分けして整理するとこのようになります。あとはこれのグラフを書けばカッコ1の答えとなります。ただ気をつけないといけないのは、例えばこちらのグラフはこの範囲の時だけで考えています。なので2以上の時だけこのグラフを考えます。つまり2未満ならこちらのグラフで書くことになります。それに気をつけながら書くと次のようになります。このように2を境目にしてグラフを書くとこのようになり、これがカッコ1の答えとなります。次にカッコ2ですが、カッコ2はこのカッコ1のグラフの絶対値のグラフを考えます。つまり絶対値がついたことによりマイナスの値がプラスとなります。なのでこちらのマイナスの部分がプラスとなるように反対側に書けばいいので、カッコ2のグラフは次のようになります。このようにこちらのマイナス部分をプラスとなるようにひっくり返せばいいので、カッコ2の答えは次のようになります。それではカッコ3を解説していきたいと思います。カッコ3はカッコ2で求めたグラフが直線 y イコール kx たす2と i 異なる4点で交わるような定数 k の範囲を求めます。カッコ2でグラフを求めました。なのでグラフを利用して考えていきたいと思います。まず直線 y イコール kx たす2ですが、必ず切片2を通ります。なのでこちらは確実に通ります。ここから4点で交わればいいので、4点で交わるためには次のような直線になると思います。このような赤の直線となれば4点を通ることがわかります。こうなる K の範囲、すなわち傾きの範囲を考えていきたいと思います。それではここからどうやって K の値の範囲を考えていくかですが、 K は傾きです。すなわち K の値がいろいろ変わると傾きが変化します。すなわちこの直線が急になったりしていくことがわかります。そうしていくと、これを上下していくと、こちらの 2,4 を上回ってしまうと4点通らないことがわかります。また下げていくと、こちらの 4,0 を下回ると4点が交わらないことがわかります。なので4点で交わるためにはこちらの 2,4 よりも直線が下側、かつ 4,0 より直線が上側となれば4点で交わることがわかります。よってそこから考えていきたいと思います。直線 y イコール kx たす2なので、こちらの x が2の時は 2,2k たす2となります。またこちらの x が4の時は 4,4k たす2となります。ということはこちらの 2k たす2が4よりも小さく、かつ 4k たす2が 4,0 の0よりも上にあれば4点で交わることになります。なのであとは不等式を解いていきたいと思います。このように解いていくと K の範囲がマイナス2分の1から1となり、これがカッコ3の答えとなります。以上で今回の解説を終わります。